くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん、見てる、くるぶしです。知ってもらってるっすー。 OK。 今日はなんと、ね、ちょっと変わった感じでお送りしておりますけれども、まさかの、もうね、はい、流行り倒してるズームに我々が手を出すことになるとは。いやー、たった今やり方を、ちょもちゃんにレクチャーさせてもらいながら、やっておりますが、今日の背景はですね、ちょもちゃんが以前ちょっとね、撮ってくれたフラミンゴの方あしらってみました。俺はですね、はい、くるちょもの一番最初に撮ったアーシャでございますね。懐かしい、これ撮りにあのヨーロッパまで行きましたけどもね。で、デマグラの MV もね、一緒に撮ってね。懐かしいなぁ。実はもうすぐで、くるちょもチャンネルはですね、なんと、1周年を迎えます。ありがとうございます。早いなぁ。早いっすね。二人で、活動を振り返りながらね、ちょっと語ろうじゃないかという。いや、そうね。そう、始めた時はこんなに会えなくなると思わなかったけど。いや、そうよ。この感じで動画が止まるとは思わんもんね、普通。ねえ、ね。今は本当に辛抱のね、時なので。今我慢すれば、うん、なんていうの、コロナ明けたときに、やっぱり、うん、生活に困ったですね。これカットやで、ほんと。カットやで、ほんと。どうも、ちょっと、炎上の方に向かう席がありましたよ、とね。すいません。いや、いいよ。うん、ね、我々はね、アンチコンプライアンスを掲げてるから。語っていきましょうよ。最近、立つなーっていうのもあって、うん、初期の動画とかをちょっと見返したりしとったんですよ。ほんならやっぱ、なんか編集も下手くそやな思うこととかあったりで、しかもなんかそのくるちょもやらんかったら、ここまでなんかいろいろやることもなかったやろうし、ロケ行ったり、まあ普通にねやってたら、まあやんないことたくさんしてきましたよね。うん、そう、しかもなんかなんやろな、一人やったら、うん、あれも買わなかった、これも買わなかったし、こういうのもやらなかったとか、こういうのも勉強しなかったとか、絶対あって、くるちゃんと一緒やったから、こう、もっと良くしていきたいし、これを調べよう、これ買おうとか、なんかそれを、なんかその、うん、無理な向上心ではなく、うん、楽しんでやれたから、1年でこんだけ変わるんやなっていうのは、すごい実感としてあります。俺もその通りなんですよ。もうね、やっぱり自分がやりたいんですよね。やりたくなっちゃう。もっともっと。うん、もう、この部屋ほとんど、ともちゃんと出会わなかったらなかったっすよ、この。もともとそこは、作業部屋じゃなかったってこと？作業部屋、あ、ここはね、ただ、うん、服置き、洋服置いてあっただけなんですよ。で、ウォークインクローゼット的な、そう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 、一部屋、そういうふうにしてたんや。今までくるちょもでこう購入して一番みんなにおすすめできるもんって何すか？自分的に買ってよかったものは、あ、はい、それでいきましょう。で、完全にアルファ6400やねんけど、はい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 。でもやっぱそのね、決して安いもんじゃないから、いや絶対ええで、これ絶対買った方がええでっておすすめできるもんでもないけど、やっぱ自分的にすごいよかったね、うん、動画撮るにも写真撮るにも、めっちゃいいっすよね。本当、俺もカメラは買ってよかったんですけど、やっぱりちょもちゃんのカメラに比べて動画の能力が極めて低いんですよ。そもそもやっぱキャノンで最初撮ってたから、見返した時に全然めっちゃノイズ乗ってると思って。しかも最初はそんな気づかずに編集してたなと思って。良いものを使うことによって、気づきとかもあるんやなと思って。いやー、そうっすね。まあ、俺としては、でも俺一番、くるちょも始めて良かったのは、ちょもから買った MacBook Pro。あー、そうか、俺それもあるわ。
MacBook ね、そうね。新しい方のね、MacBook Pro だねと思って。そう、ね、今まで全然パソコン規定派だったんですけど、生活変わりました、俺。やっぱスマホとパソコンは違えんだなって思いました。あ、もうそうなんよね、うん。そうなんよ。一番もう愛着もありますし、大事にね、ちょっとね、使っていきたいなと思う。いや、そうやね。その子は、その子は可愛いな。俺も今見てもその子は可愛いなって思う。今、その子からの、画像ですからね。そうや、そうや、ね。なんか、じゃあ今後、クルチョモじゃなくてもいいですけど、ちょっと買おうかなって思ってるもんあります。でもね、悩んでんの。サブ機で、MacBook Air がもう1台あって、で、Air、新しいの出たから。出ましたね、安いの。Air を買おうかなとかも。Air は何で使うんですか、メイン。Air はね、ほとんど今ライブでしか使ってなくて。今のもうちょっといい Air なら、出かけで持ち運ぶってなった時に、ペット持っていけるのはそれかなって思うねんけど。なるほどね。15インチをやっぱね、もう持っていくってなったら、おっしゃ、行くぜって時ぐらい。あー、確かにな。いやー、何の話だっけ